はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていく動画は、信長の野望創造パワープキットの長篠の戦いシナリオ、織田勝頼でのプレイ続きをプレイしていきたいと思います。前回までの情勢簡単にかいつまんで、おさらいしておきたいと思います。長篠の戦いで織田徳川連合軍を破った勝頼、その後信長を滅ぼして、現在は対毛利を見据えてですね、中国地方方面攻略の足場固めをしているという状況です。一方ですね、北陸あるいは東北地方方面、さらに関東方面でも戦闘をしていまして、特に北条と手切れになっています。というのも、謙信亡き後、上杉家の、後継ぎ争いで、お盾の乱が発生し、それに巻き込まれてですね、上杉景勝より、支援の要請があったので、勝頼はそれを受けています。それによって、北条と手切れになっています。北条は景勝ではなくて、正虎じゃなくて、影虎。合ってるかな？を支援しているので、現在ですね、武田と北条が戦争状態に入っています。上杉は武田に味方してくれていますので、上杉をうまく使いつつ北条を封じ込めて、あわよくば関東もそのまま飲み込むというのを視野に入れていきたいと思います。一方ですね、東北方面ではすでに最上家と伊達家と両国を接していますので、この辺りとも一触即発という状況です。それでは早速プレイしていきましょう。まずは鈴木家を滅ぼして、さらにはですね、毛利へと足掛かりを作っていくというところでやっていきたいと思います。我が戦お見せしましょう。いざ参ろう。加勢いたしますぞ。我が領内に敵が迫っております。どうやら結城城に北条の部隊が攻め寄せてきているということのようですね。兵力不足になっているのは間違いなさそうなので、そうですね、援軍を要請しましょう。元はといえば、この上杉の援軍というか、その要請に従ったがゆえに北条と敵連になって北条と攻め合ってますので、結城城に上杉に援軍を頼みました。そしてどうやら本願寺とも敵連になってますね。なので本願寺方面は別の軍団に攻略を任せたいと思います。これが戦の作法よ。敵将誤爆した。基本的に武将はもう徹底的に登用していきます。敵将誤爆した。そしたら軍団をちょっと編成してですね、本願寺方面に兵を進めるためにちょっと軍団をいじれます。山形正影の軍団に本願寺を攻めさせましょう。これでいいですね。
貴様らの地獄よ。出陣しよう。敵将捕獲した。出陣するぞ。そしたら淡路を取ったので、いよいよ四国に上陸していきます。お任せください。承知しました。なんとも言えない膠着状態だな、関東は。出陣するぞ。ご命令くだされ、報告いたしますぞ。あとはそしたら家臣をですね、配属させるという意味では、安土とかにかなり人がいっぱいいるかと思いきや、もう散ってますね。なので派遣するような武将は大名の直轄地にはないということになります。本願寺は何もしなくても圧倒的兵力差で落とせると思うので、どっちかっていうと毛利ですね。我に撃てぬ敵なし。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。敵将捕らえました。力を合わせ戦い抜くのだ。助立ちします。あと北条も一歩間違えたら大惨事になりかねませんのでね。表情を始めます。報告いたしますぞ。そしたら外交で筒井はまあほっといてもいいでしょうと。上杉と今手切れになると非常にまずいので、上杉伊達に関しては結んでおきましょう。そして毛利とは結んでしまうというのも手ですよね。毛利ともし結ぶことができたら、中国地方は毛利に任せて四国を取って九州に攻め入るというのが一番近道かもしれません。腕が鳴るぜ。ここが貴様らの地獄よ。腕が鳴るぜ。ここが貴様らの地獄よ。我が軍略お見せしよう。取り囲め。表情を始めます。報告いたしますぞ。なんとかこのまま鈴木を葬って、山名も時間の問題ですね。そうすると裏紙行って毛利と戦闘になるのは避けた方がいい気がするんですよね。
なので毛利とはできるだけ早く同盟を結んでしまって、いやでもなー、毛利を仮に標的にして連合を組んだ場合ってどこが味方になってくれんだろう。いや、ろくなところ味方になってくれないからな。やっぱりここは毛利とは結んでおくというのも手ですね、本当に。であれば外交で、山直従属もこの時点でさせることができたら、赤松と浦上に移せますね、標的を。よし、いいでしょう。我に打てぬ敵なし。剣入ね、本願寺初段します。マジか、家康何があったんだよ。捕獲しました。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。征夷大将軍になるためにはあれか、むしろ徳川を滅ぼすというのも手ですね、これ。徳川いきなり手切れしてくるからな、びっくりしたな。そしたら一旦ですね、突然徳川が裏切ってきたので、四国侵攻作戦を中止してですね、一転徳川領に侵攻していきたいと思います。本願寺も一旦このまま、放置してですね、一気に徳川を滅ぼします。よし、これでいいでしょう。山形正景の軍団と一緒になって徳川領に侵攻しましょう。あと本城を5つ制覇すればクリアになりますからね。くだされ、報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。敵将、捕らえたり。ここで四国方面軍は別に作ってもいいかもしれないですね。ちょっと再編成してですね、いたしますぞ。四国方面軍を別に作りましょう。
誰に任せるかというところですね。これぞという武将がいないけど、まあ雪村に任せるか。荒木村重でもよかったんですが、毛利と開戦するのは得策じゃないな。毛利とは同盟を結んで四国に攻め入るというのを基本戦略に据えたいと思います。命を無駄にするでないぞ。敵将捕獲したぞ。そして伊達とも同盟を結んでしまいましょう。表情を始めます。先月の収支です。神戸、又部、この辺りが味方になりましたね。そしたら徳川領に侵攻しているといえばしているので、他からも攻め込みたいところではあるんですけどね。浜松城を攻略できるのであればしてしまいましょう。出るとするか。いざ参ろう。我が策、戦場を制す。どんだけ手こずるかというのもあるんですけど、お見せしましょう。明智を派遣しますか。で、北条の抑えのためにあんまりね、兵を出すわけにもいかないので、まあこんなところですかね。まさか家康が裏切ってくると思わなかったからな。これで伊達とは手を結んだので、再び表情を始めます。伊達の信用が落ちたと思うので、伊達には引き続き工作をしていきましょう。で、軍団の方の攻略の指示ですね。で、毛利との外交の状況はどうなってんだ。信用は50か。逃げたければ逃げなさい。いざ参る。逃げたければ逃げなさい。敵将、お待ちしました。
家康はいきなり裏切ってきたんで、もう倒さないと気が済まないですね。報告いたしますぞ。さあどうなってるか。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。この一戦我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。そしたらここで信康の部隊、これ家康の嫡男ですね、と交戦状態になっていますけど、ここは任せるしかないんだよな。直縁部隊がまだ城攻めにかかりきりなので、敵将お任せした。回線を仕掛けることもできないと思ったら回線を仕掛けられそうですね。みんな我に続く。助け立ちいたす。進め。敵の部隊が2000、一方の武田側が4700というところですね。敵は井伊直政が大将です。そしたら柵がないところを回って、お任せください。かしこまりました。かしこまりました。騎馬突撃を仕掛けます。これで決めるぞと思ったら馬防柵に引っかかってんだから、そんなことないよ。誰に続け。では手並みを見せてもらおう。かかれ。始めようか。我らが攻めに耐えられるか。引くぞ。強いな、さすがに直政は。そしたら光秀を井伊直政にぶつけましょう。お任せください。あんまりね兵力を失うとこの後が厄介ですからね。お任せください。よし、騎馬突撃で井伊直政を打ち破って、これで耐久をちょっと減らせますね。敵を追い詰めます。敵将捕獲しました。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。だいぶ徳川もこれで後悔してるんじゃないですかね。騎乗する。戻ります。残るは岡崎城だけか。表情を始めます。報告いたしますぞ。浜松岡崎を取って、その後鈴木、鈴木はやっぱり攻めた方がいいですよね。もうね、なので
雪村の軍団に鈴木をもうちょっとね積極的に倒していってもらいたいですね。で本願寺は上杉に取られたんだな。となるといよいよもって毛利と開戦せざるを得ないのかもしれないですね。鳥居元忠、毛利と開戦するのは避けたいので、表情を始めます。報告いたしますぞ。無論上杉とも戦はしたくない。となるとまず毛利に派遣しているのが56か。信用が全然上がっていかないな。しょうがないですね、こればっかりは。ここは貴様らの地獄よ、敵将、捕縛した。力攻めにしましょう。兵糧が足りないと言ってますからね。取り付け。表情を始めます。報告いたしますぞ。そうすると四国への遠征軍を早く組織したいので浜松城をやっと落としましたね。この戦我らの数だ。敵将、これで捕らえたり徳川を滅ぼしたと言っていいんですよね。徳川はもうないよな。よし、そしたら一旦兵を収めてですね、騎乗する。騎乗します。この後四国への遠征軍を組織したいと思います。徳川は本当に滅びたのか。徳川はもう本当に、いや、いた、ここにいましたね。なるほど、こんなところにこもってたか。そしたら上陸するにも一旦場所を選んで上陸しないと北条に足止めを食らう可能性がありますね。これは出陣するぞ。勝より自らが戦場へ参る。徳川に引導を渡しに行きましょう。毛利と同盟が結べるようになりましたね。出陣するぞ。出陣するぞ。止まれ。承知いたしました。承知いたしました。出陣します。これが戦の作法よ。敵将、捕縛した。加勢いたす。そしたらまず早速毛利と同盟を結びましょう。
そして遠征軍を下田に派遣します。承知しました。やるとしよう。いざ戦へ。加勢いたす。この戦我らの勝ちだ。敵将捕獲した。我らの戦お見せいたす。かかれ。加勢いたします。そしたらですね、徳川の最後の砦で下田城を包囲したので、報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。その包囲をしている兵を除いて戻るぞ。四国に遠征軍を出しましょう。長宗壁と開戦します。おそらくその開戦中に征夷大将軍になれると思うので、そのタイミングで総武事令を発布してクリアにこぎつけるという作戦です。包囲します。ちょっと待ってくださいね。思ったより徳川のこの下田城が堅牢な城になってるな。とすると一城戻しましょう。下田に。その通りにいたします。で、軍団の方には雪村の軍団には長宗壁への進攻作戦を命じます。正幸の軍団にも長宗壁。利家の軍団にも長宗壁。山形正景は徳川でいいでしょうと言っても、だいぶ遠くなっちゃいましたけどね。よし、これでいいでしょう。そろそろクリアが見えてきましたね。出陣するぞ。で、力攻めにしましょう。攻め込め。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。勝頼率いる5700をいきなり四国に入れましょう。よし、下田も取りましたね。我らに勝てると思っている。これで肉義徳川を滅ぼすことができました。まあ、あそこでいきなり裏切ってきたんでしょうがないですね。これは当然の報いです。騎乗します。戻るぞ。出陣するぞ。そしたら北条も完全に軍団に任せておいていいと思うんで、四国方面の方を切り盛りしていきましょう。我が戦お見せしましょう。
表情を始めます。報告いたしますぞ。ちなみに北条の兵がどれくらいになってるかっていうのはちょっと見ときましょうね。だいぶ削ってはいると思うんですが、4万そうですね。で、武田が37万、毛利が10万、島津が5万、長宗我部が2万、まあ、長宗我部を蹂躙するっていうのが一番良さそうですね。家康は初段ですね。信康も初段しましょう。これは徳川の仕置きをしています。まあいきなり手切れというかね、裏切り行為をしてきたので、まあこれはしょうがないですね。そして下田が北条に囲まれたか。持つのか。いやー持たないな。下田は明け渡すしかないな。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。この長宗我部の四国を切り取り次第というところになると思うんですけど、浦上家は攻めちゃうか。そしたら軍団の攻略指針で長宗我部ではなくて浦上は攻められないんだな。きっと毛利と従属関係にあるんですね。となればやっぱ長宗我部を食うしかないんだな。北陸方面軍もあるんですけど、北陸東北よりも関東はでもだいぶ上杉が侵食してるな。となるとやっぱ四国しかないですね。四国に攻め込んでいきましょう。出陣するぞ。下田が奪われたか。出陣します。表情を始めます。報告いたしますぞ。そしたら勝頼の本体を毛利と今手切れになるわけにはいかないからな。続け。毛利とは戦すんなよ。我が戦お見せしましょう。出陣する。敵将捕獲しました。回戦しましょう。これは完全な野戦になるはずですね。そしたら勝よりは温存したいので、承知いたしました。捕らえたり。長宗我部信親がいる。
商談しましょう。ご命令くだされ、先月の収支です。加勢いたす。ここが貴様らの地獄よ。逃げられはせぬ。お助けいたします。敵将捕らえたり。お、30以上の本庄を本庄支配下に置くということで、これで征夷大将軍になりましたので、エンディングを見れそうです。さあ征夷大将軍ですね。さあ報告いたします。そしたら総武事例を出していきましょう。政策を取り行います。では皆に知らせましょう。あなたに敵対する勢力はなくなりました。武田家のもと天下は統一されたのです。総武事例により天下のすべての戦いはおり、戦国のように平穏の時が訪れた。長い戦乱の世は終わり、再び武家による支配が復活したということですね。まあ、この辺りはどの武将でクリアしても同じエンディングになりそうですね、今見ている限りだと。最初ね、長篠の戦いかなり激戦でしたからね。あの当時は信長がやっぱりねすごい勢力でしたからね。そうか、信長より前に先に佐竹を滅ぼしてたんだな。で、織田ですね。こうやって見るともう1582年からはあっという間に領国を広げていきました。そして徳川の裏切り。かなり長篠の戦いが一番苦労しましたけど、無事にクリアすることができましたというわけで、今回は長篠の戦いをお届けしてきました。次回また違う武将で挑戦していきたいと思います。というわけで今回はここまで。